それでは本日は40万人対象とする広島市内全事業所 PCR 集中実施についてご説明をいたします。でまず直近のですね、感染状況でありますけれども、県内全体で1週間の人口10万人あたりの新規報告数が12付近で推移をしていましたけれども、ここ数日拡大傾向が強まっております。東京都大阪府を例に見ますと、1週間程度10人付近で推移した後に感染が急拡大しておりまして、広島県においても最大限警戒しなければなりません。このグラフのこれ東京大阪ですけども、こう10人程度でこう少しずつ伸びていった後でですね、こういうふうに急速に拡大をしているという状況、これは東京は冬の状況で、大阪は今回の緊急事態宣言の状況であります。はい。で今回の広島県における感染拡大は、広島市と福山市を中心に感染が拡大している状況でありまして、この2市におきまして直近1週間の人口10万人あたり新規報告数がステージ3の基準である15人付近となっています。その結果、県全体でも比較的高い水準で推移をしています。この2市を除いてもですね、 8.5 でありますので、県の警戒基準4を大幅に上回っている状況でもあります。これまで、県民の皆様のですね、多大なご協力によりまして、拡大傾向にあっても比較的緩やかな上昇に抑えられてきておりますが、ここに来て感染急拡大の局面に差し掛かっています。まさにここからが正念場と言えるところだと思っております。なお本日の新規報告数は県全体で100人程度になりそうだということであります。100名を超えればですね、1月8日に120人だったんですが、それ以来110日ぶりとなります。このことからも非常に厳しい状況であるということがご理解いただけるかと思います。直近の感染の特徴といたしましては、昨年度末から見られた県外往来の増加によりまして、県外由来と疑われる感染例が増加をいたしました。またこれに続く形で飲食関係での感染の拡大も見られています。でこれは昨年秋以降の大きな感染の波の初期にも見られた特徴であります。で同時に職場内での感染も増加をしています。でこれは今回の特徴です。でこれら飲食関係、職場内、県外との往来の3種類の感染がその後家庭内などにも広がって、結果的に約7割の感染の原因となっています。よってこの3種類の感染をターゲットとして対策を現在春の集中実施ということで進めております。この繁華街集中実施と、それから事業所集中実施、そして県外往来の集中実施であります。で今回はですね、この今のこの春の PCR 集中実施に加えて、職場内に対してさらなる対策を実施してまいりたいと考えています。で直近で感染者が多く発生しております広島市の傾向として、新規感染者のうち20代から30代の方が増加傾向でありまして、全体の約半数を占めています。でその方々の主な勤務先は広島市内の事業所ということであります。でそこで広島市内の全事業所を対象に PCR 検査を集中的に実施いたします。対象人数は約40万人であります。で現在予定している概要です。で今回は広島市の従業員10名以上の事業所にお勤めの方すべてを対象とすることとします。予約ホームページに入力していただくと、予約センターから
回収人数などの調整の連絡をいたします。その後、検査キットを事業所に送付をしていただきまして、午前中に送付をいたしますの で、午前中に採取をいただいた検体を午後に集荷をいたします。そして、検査を実施するという仕組みとなっています。で、回収した翌日または翌々日に陽性者にご連絡をします。ちょっとここ詳しくなってますけれども、要するに、現時点で春の PCR 集中実施で行っているのは、検査キット取りに来ていただきますけれども、今回はですね、10人以上の事業所にはですね、我々が検査キットを事業所に送付をいたしますので、検体を取っていただいて、でそれを我々が回収するということになるということですね。これによって検査の実施率の向上を図っていきたいと考えています。で、予約受付は5月6日からスタートしますが、具体的な内容については追って発表したいと考えています。今回発表の集中実施の対象の事業所、またそうでないすべての事業所の経営者の皆様へのお願いでありますが、まずは経営者の方自らが積極的に検査を受けるようにお願いします。そして、従業員の方に検査を受けるように進めてください。検査の結果が陽性であれば対応に困るので受けさせたくないということがあるかもしれませんが、これ実際にはですね、感染して日にちが経ってから陽性だということが判明した場合には事業への影響はより大きくなってきます。遅ければ遅いほど取引先への影響も大きくなる可能性も高くなると思います。また陽性となったご本人の方にとっても早期の治療や宿泊療養への移行によって重症化の回避や家庭の感染拡大の回避につながるということが期待できます。今は感染拡大時期でありますので、従業員の方への検査を進めていただければと思います。さらには陽性者が出た場合にはですね、積極的疫学調査にご協力をお願いをいたします。特に流川八軒堀地区の飲食店の経営者の皆様、現在、PCR 検査集中実施として各お店を訪問をさせていただいておりますが、検査にご協力いただいているお店がですね、5割程度であります。今後時短などの強い行動制限に至らないようにさらにご協力をいただく必要がありますので、ここはぜひご協力をお願いをいたします。それでこのですね、今のこの事業所に対するですね、全事業所集中実施でありますが、これは最終的にはですね、5月6日までに、この実施については判断をしたいと考えています。これは今現状でですね、これはまだ案ということで、準備を今しております。直ちに実施できるように準備はしておりますが、最終的にはですね、5月6日に判断をするという予定にしております。感染拡大防止についての改めての考え方でありますけれども、人から人へ感染する新型コロナウイルス感染症の場合ですね、感染拡大を防止するためには、一つは人と人との接触を広く全般に遮断するということ、でもう一つは陽性者と非感染者ですね、感染者と非感染者の個別の接触を遮断することという、この基本的には2つの方法しかございません。で、個別に感染の連鎖を遮断できるですね、いわゆる積極的疫学調査で感染拡大を防止できる程度に低い感染レベルで抑え込みを続けるというですね、ことを、我々は目指したいと考えているんですが、
まあ、このままですね、まあ、この直近の感染状況の悪化が続くようであればですね、時短要請といった、まあ、いわゆる強い対策ですね、全般の人と人との接触を削減していくということを講じなければならない可能性もございます。まあ、そうならないためにも今回の取り組みによって感染拡大を抑え込みたいと考えているところであります。今ですね、東京大阪非常に感染状況厳しい、まあ、全国的にも厳しい状況にありまして、まあ、広島県は今日のちょっと100人というところでですね、まあ、かなり全国的なこの感染状況の中でも、まあ、注意ぐらいには上がってくるというかですね、まあ、下がってくるというかそういう状況だと思いますが、まあ、いずれにしても他の自治体のに非常に厳しいところがあるんでですね、なかなか実感が湧かないというところもあるかもしれませんが、新規感染者の数が10万人あたりですね、10人を超えるというのは非常に厳しい状況であるということを改めてお伝えをしておきたいと思います。明日からゴールデンウィーク始まりますが、ここで抑えられるかどうかという正念場であります。もしこれ以上急拡大しますと、ここにあるようなですね、まあ、強い行動制限ですね、今緊急事態宣言地域ではスポーツ観戦無観客になってますし、商業施設は休業だとか飲食店は時短休業、まあ、そういったような対策になっているわけでありますが、こういうですね、日常生活に支障をきたすような状況というのはできる限り避けたいと考えておりまして、今回発表の広島市の全事業所への検査を準備をしているというところであります。ただそれでも急拡大するとですね、人と人との接触機会を減少させるために対策の検討が必要になってくると考えております。でその場合ですね、まあ、今回は、主な感染経路が先ほどお示ししたように飲食職場でその他県外往来というところがですね、まあ、大きな3つのルートとしてあるものでありますから、昨年12月のように飲食店だけということではなくて人流を全体を抑えていくということが必要になるというふうに今考えています。でそのために幅広い業種への制限がですね、まあ、必要なんではないかというふうに考えています。つまり具体的にこの厳しいこの制限を行う場合にはですね、やはりこれ我々基本的な考えとしてはできるだけ強く、深く短くと、まあ、早く深く短くなんですが、強くっていうところは深くなんですけども、早くっていうのはその緊急事態宣言が出るような状況になって対策をしてもですね遅いというふうに我々は思ってますので、その手前でやはりしっかりとこういった厳しい対策も取らなければいけないと思っています。でできるだけ深く対策は取って、できるだけ短くするという基本的な考えでありますので、今回もしそういった対策を取るとするとですね、場合によってはこれは悪い例えになるかもしれませんが、去年の春の緊急事態宣言での対策をイメージしていただくと、まあ、つまり、かなりのですね業種に対して休業であるとか時間短縮、営業時間短縮をお願いをするといったようなイメージですね、それをイメージしていただかなければならないかとも思っています。またそういった強い対策に向けた財政支援についてですね、国への要望も始めているところであります。というのは現在、このまん延防止の場合でもですね、あるいはその前の場合ですね、まん延防止になる前に、我々財政支援があるのは飲食の休業しかないものですから、その対象拡大といったようなことを含めてですね、国への要望を始めているところであります。
なおそういった対策を取れば必要な費用の総額はですね、百数十億から300億ぐらいになるかなというふうにも試算をしているところであります。こういった強い行動制限で皆様の日常生活に支障をきたすような状況を避けるためにも、この連休には県民の皆様お一人お一人にですね、次のことを徹底していただくようにお願いをしたいと考えています。まず少しでも体調がおかしいなと思われたら残念ですがお出かけはやめていただいてすぐに医療機関を受診してください。でこれは直近のですね、医療機関における検査のデータに基づくと体調が悪い方の25人に1人は陽性になっています。体調がおかしいなと思ったらすぐに医療機関を受診してください。なお連休中はですね、かかりつけ医がお休みということもあるかもしれませんが、その場合には積極ガードダイヤルにお電話をいただければ受診できる医療機関をご紹介しますので、紹介先ですぐに受診をして検査を受けてください。それから2番目になりますが、今県全体で感染が増えておりまして、また通常よりも人の往来がですねゴールデンウィークの間増えることから、県民の皆様にはこの連休中は次のことをお願いをいたしたいと思います。まずは外出は半分にすることを目指してください。同居のご家族以外の方とのお茶や食事は控えてください。イベントに参加した後も同じく家族以外との食事は控えてください。そして県外移動は控えてください。特に緊急事態宣言地域やまん延防止等重点措置が出されている地域へはご自身が行かないということはもちろんですが、ご家族やご友人をそういった地域から県内に呼ばないでください。そして成人式もですね、一部の地域において予定されています。で成人式につきましても体調が悪い場合にはですね出席はしないでください。でこれはご家族からもお願いをしていただきたいんですが、式へ参加する前に PCR 検査を受けてください。県内のほとんどある場合にはですね、開催される場合には5月2日に成人式開催されますので明日検査を受けてください。特にまん延防止等重点措置が出されている地域や感染拡大防止地域などですね、これ実はそういった皆さんは参加しないでくださいという呼びかけも、出ているんですけども、そういった方ですね、必ず検査、すでに県外から帰省されているという方もいらっしゃると思うんですけども、そういった方はですね必ず検査を受けていただくようにお願いします。そして式を機会に、久々に友達とご友人と会ってお茶や飲み会を楽しみたいと、せっかくの成人式でありますから、成人してお酒も飲めるということでですね、そういった期待があると思います。しかし今はかなり感染が広がっている状況であります。今回は我慢して延期してください。感染状況が改善して思い切り楽しめるまでですね待っていただきたいと思います。せっかくの記念日ですので、これが良い思い出になるように新成人の皆さんお一人お一人のご理解とご協力をお願いいたします。最後に広島県では無症状の方でも検査を受けられるように検査体制を整備しているのはご承知の通りでありますが、改めて PCR 検査を受けられる場所についてはここにある通りであります。そして直近でですね感染拡大の恐れがあります三原市内にも明日 PCR の検査会場を開設いたします。詳細については改めてお知らせしたいと思います。何度も申し上げますが、今が正念、まさに正念場であります。皆様のお力を合わせて乗り切っていきたいと思っております。私からは以上であります。中国新聞社の永久です。よろしくお願いします。
40万人、あの全事業所の PCR の件で、先ほどあの、まあ、やるかどうかはあくまで、まあ、現段階では案だというお話でしたけれども、これ、やるかどうかの判断というのは どのようにされるんでしょうか。あの、まあ、この連休中のですね、感染の状況を見て考えたいと思っています。もちろんあの、まあ、今日かなりですね、広島市 の、 あの感染確認が出るんですが、この状況も含めてですね、少し推移を見たいと考えていますが、まあ、今のこの状況でいうと、まあ、実際にはですね、この全事業所の集中実施をやるのか、それともですね、このより強い、この措置、まあ、いわゆるこの人流を制限するっていうようなですね、休業要請といったようなことも含めて、強い措置を取るのか、まあ、そういったような判断になってしまうのではないかなというふうに現時点では想定をしています。つまり今回のこの対策は連休明けの開始になるので、今現在 の、 その連休中の急拡大の防止というのにはまあつながらないのかなというふうにも思うんですけれども、あのその今まさにの波をその急拡大するという意味での実効性というは、今回 この40万人の対策では つながるかどうかの実効性という意味ではどうお考えでしょうか。連休中ですか、はい、あのいずれにしてもですね、対策を取ってから効果が出るのは1週間とか2週間とかかかりますので、直接的にですね、今の対策が何と言いますか、何をやってもですね、今直接的に連休中に増えるかどうかということにはですね、まあ、つながらない。つまり連休中に増えるかどうかっていうのは、あの連休中の感染者ですよ、連休中の感染者というか連休中に確認される感染者、これもすでにもう感染した人が確認される状況ですから、もう今日まで、昨日おとといとか、この今週ぐらいに感染した方が連休中に感染確認されます。ですからこれはもうあまり変化がありません、いずれにしてもですね。で、要するにそういう意味では今週ぐらいに感染している人がどれぐらいいるのかということを踏まえて、で対応すると。で、連休中の感染をできるだけ抑えるためには、先ほど申し上げたですね、県民の皆様へのお願いですね、外出は半分に減らしていただく、それからイベントに行った場合ですね、前後に食事をするとかいうことはですね、ご家族以外と行うのは避けていただくといったようなことで、成人式も同様ですけれども、まあ、そういう対応をしていただくことによって、連休中の感染拡大を少しでも抑えたいということであります。まあ、したがって連休中自体、その結果はですね、連休明けに、まあ、出てくるわけですけれども、そこで非常な急拡大につながらないためには、先ほどこれですね、まあ、こういったことをですね、お願い、この徹底をお願いしたいということと、それから医療機関などにですね、すぐに行っていただくといったようなことが重要だと思っています。ちょっと認識 の確認で間違ってたら申し訳ないんですけれども、つまり、まあ、連休中に、こういう強いせ行動制限のようなものをもしされた場合には、こういうこの40万人の、全事業所 PCR というのは、まあやる意味がなくなるというか、そこまでやる必要がなくなると、そういう理解でよろしいですか。ですね、それもですね、状況を見て判断をしたいと思っています。あともう一点、スライドの11ページなんですけれども、こちら、まあ幅広い業種への制限を検討というふうにあるんですけれども、具体的にその手法については現時点でどのようにお考えでしょうか。いや、すみません、手法って例えばまん延防止措置の要請であるとか、あとここにまあ休業という言葉が出てきますけれども、はい、緊急事態宣言 の、 適用というのも視野に入っているという、ですね、まず仕組みとして、まん延防止措置あるいは緊急事態宣言を出さなくても、休業要請あるいは時短の要請はできます。で、それとは別の問題として、まん延防止措置あるいは緊急事態宣言というのはですね、
これは正直言ってなかなかお願いをしても難しいと思ってますが、まずはまん延防止ということだと思いますが、それはもちろん視野に入れて考えるということです。で、ただこの現状ですね、東京大阪の感染拡大は止まってませんし、全国的にもですね、感染の拡大っていうのが継続していますので、場合によってはですね、我々は全国に緊急事態宣言が出るかもしれないということはですね、念頭において考えております。ありがとうございます。千葉さん、 NHK の川田です。ちょっと2、3確認させていただきたいんですけども、まず先ほどの全事業所への PCR、 これはすごい取り組みだと思うんですけども、まず現段階では今そういう準備をされていらっしゃいますけれども、まずは連休中のその推移をまず見て、それで5月6日にその40万人の事業所の PCR を行うか、もしくはそのより強い措置を行うか、そこの判断を6日に行うという、そういう理解でよろしかったでしょうか。そうですね、実態としてはそうなるだろうということです。今ですね、この、今日の、この100人というのは広島市が非常に拡大するんですけども、それの中身はちょっと我々も分析はよくできてないんですが、クラスター関連というのはかなり入っていると思ってまして、でそれでこの何て言いますか、底上げされている面が、あるんじゃないかと。で、それを取り除いた場合に、どれぐらいになっているかと。で、ベース、したがってベースとしてどれぐらいあるかっていうので、で連休中もですね、そのベースのような形でいくのか、それともやはり昨日今日とこう拡大しているようなレベルでいくのかっていうことで、ベースのレベルであれば場合によってはですね、この集中実施も行わないかもしれません。なのでちょっと今何て言いますか、その判断としてあり得るシナリオとしては3つあってですね、ですからその集中実施もしない、もうちょっと様子を見る、で今の春の集中実施がありますから、それで対応するっていうことがオプションの1つで、でオプションの2が集中実施をすると、でオプションの3がこの人流制限を行うということで、さらにオプション4としては両方やるっていうこともあるかもしれないと。そういうような今選択肢にある。でそれは感染状況、この昨日今日と非常にこうピークが来てますので、ただそれが昨日の、だから今日発表の数字ですね、ごめんなさい、昨日の発表の数字かについては広島市も多いんですけども、広島市外がちょっと多くてですね、かなり数を増やしているということと、今日の分はそういったクラスター関係がかなり入っているんじゃないかということでですね、そういった状況を踏まえて連休中の動きを見ていくということです。ベースというのが念のためです。要はその多分今日もたまたまクラスターでポンと上がりますけれども、基本的にその数日間続くというかですね、そういう基本的な数字がちょっと人数が多くなっちゃうかどうか、そこを見極めるという。そうです、そうです、はい、ベースのところが、特にやはり注意しなければいけないのは市中感染でありますので、クラスターでその範囲をこう限って追いかけられる部分についてはですね、ある程度何て言いますか、囲い込んでいけるんですけども、やはりいろんなところで発生するっていうのが、これがどんどん拡大をしていくっていう要因になっていきますので、それがどういう状況にあるかということをですね、注視をしていくということです。ありがとうございます。で最後にちょっと私が最後は改めてその100人近くなるというこの実態自体をどう受け止めていらっしゃって、改めてどのように注意を呼びかけるかというのを一言いただきたいと思います。はい、やはりですね、一つクラスターというのは、結局その発見が遅れているということでありますので、特に大きなクラスターになるというのは発見が遅れるということでありますので、まず非常に大事なのは、例えば調子が悪いとかいった場合にはですね、今非常に先ほども申し上げましたけど、25人に1人は陽性になっているということで、すぐに医療機関に行っていただきたい。これは決して非常に病院に行かないと我慢できないというような状況ではなくてですね、必ずしも普段だったら病院には行くなんていうのは考えないぐらいの軽い症状でも、感染している可能性が十分にありますので、すぐに行っていただきたいということですね。でまずそれがあります。でその上でですね、先ほど申し上げたように、これ以上
まあ、拡大させていかないためにはですね、まあ、特にあの連休、そうは言っても人の往来が多くなるので、先ほど申し上げたようなあのこういった注意点をですね、まあ、ぜひ守って、できればあの我々、この日常生活に支障をきたすような強い制限は行いたくないので、あのなんとかですね、ここで持ちこたえるように、みんなで、頑張っていけたらなというふうに思っています。日経新聞です。そのちょっとニュアンスの話になっちゃうかもしれないですけども、あの5月6日までの感染状況を分析するというのが前提の上で、それ以降に事業所集中 PCR を通じた検査による補足で感染防止をするか、またはその行動制限の措置を取ることで感染防止をするかということを5月6日までに判断すると、そういうことでよろしいでしょうか。そうです、あのちょっと繰り返しになりますけれども、感染状況のこのベースのところがですね、それほど悪化してないということであれば、あの集中実施自体もするかどうか、まあ、場合によってはしないという可能性もあるということですね。ただそのベースがやっぱり上がってるよということだと集中実施をするということですし、その上がり方が急だとですね、行動制限というところに入っていかなければいけないかもしれない、そういう判断をするということです。それでなぜ5月3日に判断するかというとですね、あのこれは事業所に、お願いすることなので、連休中事業所閉まっちゃうんですね。なのであのやろうと思ってもできないんです。したがって、まあ、この連休中はですね、ちょっと待たざるを得ないということがもあってですね、5月6日からで5月6日から予約を受け付けます。やる場合にはですね、即座に予約を受け付けて、すぐにあのかあの翌週からですね開始を始めるっていうか、あの配布と開始を始めるっていう、そういう対応をしていきたいというふうに考えているところです。あのするかしないかの判断もそこでするということなんですけど、これ実質その6日までに行動制限の可否っていうのを、それはそれも考えるということです。はい、はい、すみません、中国新聞の岡田です。とりあえずあの逆に言ったら連休中はですね、これ以上の行動制限を課すということは今のところ考えてないということで認識でいいでしょうか。ですね、まずその行動制限の、まあ、非常に大きな効果を発揮する部分として、休業要請といったようなものが、まあ、あるわけです。休業とか、まあ、時短とかですね。でこれについては今すぐに連休中から返してくださいというのは無理ですので、それはいずれにしても、6日にやるということになったらその翌週のしかるべき時で、これはやるとしたら議会もちょっと開かなきゃいけないのかなというふうにも思ってまして、これ予算的な部分も含めてですね、そういうこの何て言いますか、対応が必要な、まあ、国との調整というのも必要になってきますので、もうすでに調整を始めてるわけですけども、6日までの間というのはですね、先ほどお願いしたような注意事項ですね、外出機会、これもすでに行動制限なわけですけども、ただこれはまあお願いという形になっています。いわゆる法令に基づく要請ではなくてですね、休業とか時短はその法律に基づく要請になるわけですけども、これはお願いという形になってまして、県民の皆様お一人お一人に外出は半分、それから家族以外との食事は控えるようにという、まあ、そういったことですね、県外移動は控えてくださいという、まあ、こういったことをお願いする。で外出が実際に半分になればですね、これは相当効果を発します。効果がかなり出てきますので、ぜひですね、ここはこの連休中、まあ、お願いしたい、まあ、せっかくの連休で、まあ、いろいろご予定もあるでしょうから、そのもう全く外に出ないでくださいというふうには言いませんし、まあ、出かける先もですね、まあ、いろんなところがあって、まあ、感染のあんまりこの恐れがないようなところもたくさんありますから、そういったところまでやめてくださいというふうにはですね、今申し上げませんが、まあ、ただ半分にしていただくことでですね、人と人との接触がかなり減りますから、そういったことで、できるだけの感染拡大は抑えていきたいということです。あともう一点、国とその財源についてですね、具体的な話をもう調整に入っているということでしたけど、これは要するにもし緊急
行動制限でその幅広い業種にその休業要請とかをする場合にはそのまん延防止措置とか緊急事態宣言対象じゃなくてもそういう早めに対策を打つところにはもう予算財源として措置してほしいというそういうお願い調整ということで、そうですね、いわゆる臨時交付金 の, というか、まあ今時短の協力金というのがありますが、これはカテゴリーとして飲食店に対するものしかないですね。でそれ以外に何か休業なり時短なりということを要請しようとすると、それは完全に県単独でやらなければいけないので、そうするとですね、ちょっと財源的に非常に厳しいということがあります。まあ、どれぐらいやるかっていうその対象範囲なんかももちろん全然今まだ固まっているわけでも決まっているわけではありませんが、まあ、総額でいうと先ほど申し上げたように百数十億から300億ぐらい、まあ、範囲と期間にもよるんですけども、まあ、かかると思いますので、そういった財源どうするかということについて、国とまあ話を始めたということです。すいません、たびたび細かい点になるんですけれども、仮にこの全事業所 PCR を実施する場合 の, 事業費をどれぐらいと見込んでいるかという点と、はい、あと春の集中実施第2弾かなで中区 の, です、ね、事業所に同様の対応をしていると思うんですけれども、これ単純に中区のへの対応を全地域に広げるというような理解でよろしいですか。基本的な考えとしてはそうですけれども、今回はそのオペレーションとして中区対象のものはキット取りに来ていただいて、でまた提出いただくということになっているんですけれども、今回は我々の方がキットをお送りして、そしてそれも回収をしますというオペレーションにするということです。それで送るのは送ってるのか、ごめんなさい、送るのは回収をするという回収をするというのを我々でやらせていただくということですね。というところがまあ違うということと、まあ、ですからそれはトライアルをやりましたけれども、トライアルと同じやり方ということになります。それで、費用的なところですが、これもちょっと最終的に、まあ、まだちょっと固まってない部分もありますけれども、まあ、大体5億から6億ぐらいの規模で、これは前提として、10万人程度 の, 検査になると、だから40万人を対象にして行うわけですけれども、で実際にその、対応していただける、まあ、事業所、で合計すると10万人分ぐらいになるんじゃないかという想定で、まあ、4分の1ぐらいが対応していただけるという想定で、5から6ぐらいという見込みになっています。その他ございますでしょうか。よろしかったでしょうか。はい、では質問がないようですので以上で終了したいと思います。皆様ありがとうございました。